はい、どうも星野からです。今回なんですけども、ウマアレとイカカムレの出現情報が判明したので、お知らせしたいと思います。イカカムレとウマアレなんですけど、これバージョンによって出てくるのが変わってきます。赤猫団の方だったらウマアレで、白犬団の時だったらイカカムレが出てくるみたいなんで、で、出す方ですけども、10話のこのサブミッションですね、このフブキちゃんの危険なアイテムを利用して敵を倒せっていう、このサブミッションをクリアすると出てくるみたいです。まあじゃあ一回クリアしてみましょうかね。まあ俺の場合は赤猫なんで、ウマアレが出てくると思います。行きましょう。じゃあそっか、ドーン、行くぞ。でん、てつてて、で、俺以外の方2人はね、白犬なんで、これでイカカムレとウマアレが両方挑戦できるようになるんじゃないかなと思います。行きまーす。まあ多分余裕でしょう。もう10話なんでね。お、平釜。え？危険なアイテム？どんなアイテム？危険なアイテムって。よく集まってきるぞ。で？安いだって？おお、どんどんもう妖怪買っていくだけこれ。あ、遠っぽいな。ですねこれ。楽勝だろ。経験。経験弱いなこいつ。弱いぜ経験。おい武者カブト。一発か。フルーツが400だって一発やったでしょ。強っ。やばすぎやろ。普段の仲間入れよ。デカデカデッテンデン。読みてく。終わったーじゃない？あと一匹。おめでとうす。お結構あった。あ、なんだよ。結構出てない、いっぱい。あ、でもうまく使え。お、ガーモスや。痛い。いいか。あ、そうなの、ちゃうわ。硬いなこいつ。来いよ。硬いなこいつ。じゃあ。よいしょ。よいしょ。銀閣ちゃん。銀閣。ゼロ。硬いこいつ。よっしゃ。オッケー。よっしゃ。さあ。お。え？二体。あれ？誰？誰や。お。来た、上に来た。お、銀馬将軍。誰だろぼっち。おお、誰だろぼっちか。おいしそうなアイテムがあるぞー。ゲンマこっちからお調子いけねん。よいしょめっちゃ弱いねん。ちょっとでかいな。でかいだけやろ。でかいな。さっきのやつより弱いの面白い。ゲンマちゃん、ゲンマちゃんの レアバージョン見たいな。早くゲットしたいな。ヨミケ、うん、ヨミちゃん、よいしょ。お尻硬そうやな。でも HP 低いぞこいつ。お始めしたぞ。よいしょ。いいやって。うん、うん、うん、自爆？あー、死んでもた。やったー、マイサー死んでもた。もうほんと、ほっとこ。あ、勝ちた。もう、やられちゃったーって。めっちゃ簡単にしちゃったな。これクリアすると、出るみたいです。よっしゃ。さて。どういう風に出るやろな。うん、確かにな。もう普通に出とんじゃん、パーンでも。かかれんね。もう何も普通に出てもんじゃん、いきなり。あ、あるわ、みたいな。出るってって。オッケー。戻りまーす。みんなもで、出てるのかと。みんなまずいな。でん。でん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 。あー、黄色コインもらおう。犬神欲しい。犬神昔強かったからな。犬神は黄色。犬神は不思議やから。犬神昔あれやったな。あの、必中やったからな。氷結地獄めっちゃ強かったの、昔は。嘘。ほんま、犬神はめっちゃ強かったね。これで。これ、バスターズ同士で、通信対戦できたらめっちゃおもろいのよな。あー確かに。いつかできそうじゃないこれ。普通にこれ普通におるってこと。まあおるらしいぞ。まあ、見てみましょうか。じゃあさてストーリー。ストーリー出てましたー。え、時を奪わねえかっこリメイク版。あはー、懐かしい。時をかけるババアっていう昔ミッションがあったんで、これ。あー、ほんま出た。あー、リメイク版。リメイク版やこれ。じゃあ奪わねさん、私は現在過去未来と時をかけ何度も読み替えるんだよーん。この結構イベントやからな、この時をかけるババアって。昔めっちゃ綺麗やからな、奪うね。そう。ほんま。超美人だよね、昔これ。これこんなんだった。じゃあ行きましょうか、奪われ。長編。ドーン。片岡さんや。じゃあ。行きます。アイナスクな。アイナスク兄さん。アイナスク兄やんの、あれですね、声ですね、これ。どんな感じで始まるの？第二形態もあるやろ、第二形態。すべて滅びるねーって。うおー。お、あ、こうか。ああ
ライオン、ライオン来たー、ライオンって。おー、ここか。来たか。カイマ来てるで。おい、上やろ、こんなん。はい。さあ、来い。てけてけて。もう、ダイヤップか。行くぞー、ライオン。もういった。ウバッチャの杖。ミス。ウバッチ光線。こいつ技めっちゃ変わっとるやん。はい、まだ、ヨーンって感じ。ウバッチャの杖。食らわへんやん。ウバッチャの杖って名前、ごっついな。めっちゃ弱くない？ほら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 、よいしょ。俺が稼いだからの火力はすごいぜ。オッケーって言ってよ。やば。おらおらい。叫んじゃねえよ。君が半端ない。これ走って逃げるパターンか。あ、終わってもだ。終わった。あ、早っ。どうなる、ここから。暇ないんだよー。一体どこへ。こっちか。おぉ。おおと、もう行っちゃうパターンね。あー、あー懐かしいな、ここ。これ下や、これ下や。マップの下一番。昔もこうやった、確か。行ったわ。駅前やろ。おぉ。ギャー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 。遠いぞ、結構。ウシスマが出現。さて、第2形態、すべて奪うね。行きますか。てん、てん。まあ、もうちょい歯ごたえ欲しいな。弱いな、こいつ。まあ、さすがにそれはな、日野市に倒した後やからな。順番は逆やったらな、これ。順番がだいぶ。こいつ、ロブには28号で、もう、はるか手前のボスやろ、多分。ドンドロの前やろ、だって、こいつ。確かにな。うん。だいぶ弱く感じますね。ほんまにしたないよ。やっぱかい。懐かしいな、このエリア。ここでもうなんか、あいつに、レベル上げしまくった、俺。懐かしいな、確かに。うん。思い出せんにやったっけな。思い出なんちゃらね。よし、行くぞー。思い出しんや、思い出しん。よいしょ。お、経験。あ、こっちはもっと下や。もっと下か。さらに下。あ、ここや。あ、すげえ。お、墓来た。え、え、中も入るのかな、これ。あ、中も入らんか、墓よ、ここでは。マジか、上級ガイも引き連れてくるんや。やば。大したことないけど。すげえ。生徒だやん。生まれの部下やもんな、これ。忠実な。よいしょ。ここにおるやん。じゃあ、止めとくか。豪華。豪華強い。豪華強いな、こいつ。結構強い。フィールドがちょっと。よいしょ。行ったのかい。オッケー。お墓来た。アラブルラ来たやん。よっしゃ。弱っ。うわ、強え。よし。行くぜ。オッケー。オッケー。これか。行くぞ。おっと。これラスボスのとこやん。これ、妖怪ウォッチ1の。こいつが弱すぎる。お前じゃ、2か、2の。お、懐かしな、このエリア。進化する。うわ。あ、これあったな。うん。すごいな、これ、そんま。すべて奪うね。うん、このボス。これ、なんなんやろ、ヘビなんかな。わからん。それ、全く分からへん、こいつ。ちょっと、網目状になっと。かぐむしり。500やったわな。ダララ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 ラ何が奪うねん。アイテムが使えん。使ってへんから、前から。能力奪われた瞬間、レベルとか。クリティカル連発したもんな。よいしょー。力バレる？霊魂だったらあかんらしいな。ねえ。もう半分来たやん。ガキ MC。よっしゃー、隠れてからの攻撃でーす。力上げとくかも。やば、クリティカルほんま強いわ。よっしゃー、終わったー。早いなー。早すげえ。これもう超でも多分余裕なんじゃない、こいつだったら。悟空になったら強なるやろけどな、さすがに。お、落とした。いいね。おおいいね。で、奪われはなんか魔法っぽいけど、妖術っぽくないこいつ。妖術っぽいな。いた。弱すぎやろ、俺。よっしゃー。てってん。俺、超余裕やろ。うん、超余裕やろ。超余裕やろ。全員ほぼほぼ超いけるんじゃない？やろうな、多分。もう次、イカかもね、見てま？見てもねえちゃう。弱いイカかもね、もう。え、出たやろ、どっちかに。俺も出たし。メージも出たし。じゃあ、行こうか。イカかもね、イカも、イカかもね、イカも、イカかもね。微妙いなぁ。じゃあ、これもらおう。ゆずたろう。
俺塊でよ。コイン持ってへんから。俺5枚持っとったか。キモい。あ、やめした。いや、間違えたよ、ほんまに。手滑ってもだ。手滑ってもだ。一応、前持っとこない。一応俺、あれ欲しいなと思って。あれだけだ。あれだーあ、じゃあ負けた。負けた。ほんまに。え？まあいいやん、前さん。ほんま、アホみたいなやつやな。憎しみの羽やん。あいつ羽なんか生えよったっけ？生えたんなんか。生えたんか一応。おお、イカかもね。そうだよ。カモネギ。カモネ、あ、俺なかったブースト。カモネ、カモネ、イカ、カモネ。出てへんからね。イカになっちゃうカモネ。ネビバンバンバン、イカカモネ。バン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 カモネ。そう。これ長期出てないどっちか。出たんじゃない？出てます。行こう、長級。言わんやろ、だって。もう、悟空行ってもいいけどな、悟空あれやったら。長級？悟空は。悟空どんなんや、悟空。レベル。悟空は無理なんじゃない、さすがに。あ、悟空行けないですね。これ10分以内に。あ、行けるんか。それ言ったら。ボスの強さ74。結構上がるな。え？結構強かったな、74。38から74。嘘。だいぶ強いぞ、これ。結構気をつけていかんからな。大丈夫ですか？いいか。でも、俺、ガガムネはどうせ初めてやからな、俺。こいつ。俺も初めてやな、こういうの。こいつどんなんだっけ？吸収してくれんだけど、確か能力。カモネギは絶対に勝つんだ。これどの攻撃だったっけ昔の。多分勝てるやろ。もう戦うことないからまあ分からんけどええわ行こう。何しやろ。最初が結構あれやったな。あ、ボスだけだから。ボスだけなんこいつは。あ、そうなん。ここにこいつも第二形態あるもんな。あれな。あいつめっちゃ気持ち悪いやろ第二形態。ひっくり返っとる。レインボー。ひっくり返ってんやろ。うん。おお超や。でもストーリーやったらこれスプラットネグルじゃん下手しも。確かにな。うん。さあ、あ、懐かしい場所やな、これ。注目できんやんけ、これ。超イカカモネ議長が。オッケーオッケーオッケー。え、強いこいつ。やば。いや、めっちゃ強い。チェンジできん。マジか。お母さんまだ。何これ。なんか、見え。いた。ピョッタ。チェンジャー、チェンジャーもわかんな。お母さん重装。え、めっちゃ強い、これ強いぞ、こいつ。危な。わざで、範囲広。これ結構強ない。第1号でどっちが強い。第2形態だぞこれ。第2形態は多分強い。うわ、嘘マジで。そりゃそうか。何やねんこれ。え、これめっちゃ広いなこれ。無限これ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。オッケー。あれ取れへんよったなんか俺あれかいや。敵引くのわざかよそれ。マジやばい。あいつ突っ込んでたぞ先的に。ちょっと待って、やば。いや、これ強いな。なんなんマジで。イカ様だ。イカ様だ。あれなんか永遠に追跡してくるんですけど。まあ俺は失礼とくわ。あ、敵にぶつけるってことだこれ。あ、それであれけちゃうか。あ、消えた。でもおお。皆さんがなんかあれピョット。え、ピョット何だよ。え、やばい、やばい。でも大変人です。マジ何しとんやあいつ。マジアホやろこいつ。アホやぞほんま。やべ、これ、ヒアラスにあるんかほんま。もう何気で役立つかもしれん。イカカカモネギ。あかん、死ぬ。死ぬって。取っていいんか。そう。じゃあ、あ、マサンが。オッケーオッケー。めっちゃ狂ったな。おい、ふざけんな。おごったぞ、おい。やった。マサン、こいつ強いな、ほんま、マジで。何形態やな。クラウンか、そこで。え、今よし。対応しましたよ。気をつけろ、まだおかしいぞ。はい。やばいな、俺。やるな、こいつ。確か、うっとうしい攻撃。動き回るはずですね、こっから。うわぁ、これや。これやばい。ほんまに、サイミズみたいな感じだ。なんか回転しろよ、回転してんや、別に。なんか、ようわからん形になってもたよ。うわぁ。気持ち悪いなったな。ゲソヒゲールみたいな名前。いかがなそれ。これゲソヒゲール大臣の出てんな、そういえば。え、イカカモネ議長の色違い。ゲソヒゲール大臣。あれだ、出てんだな、本作は。注目できない、こいつから。バラーヤマタノージャー。こいつ結構硬いぞ。え、強っ。強っ。やばい、やばい、ごつい動きや、こいつ。気持ち悪い、こいつ。強っ。めっちゃ強い。気つけます。こっちを、いってまうぞ。オッケー。これ注目できんやん、なんか知らんけど。できるよ。できんでな。危ない危ない危ない。一角でもこんな食らうんか。あ、できた。今今
で、こいつ攻撃範囲変えてったんや、こいつ。お前ダイナモローラーか、お前。やば、死ぬ。気をつける。ガルや、元取れる。頼む。痛い、痛い、やばい、やばい。え、なんか超伝承だ。魔王子しちゃ、もうほっとくしかない。目に行こう。俺とか、お前引き継いで。オッケー。やばい、やばい、これ強いぞ、こいつ。こいつマジ強いな。回復しから行こう、全員が。オッケー。来んなって。オッケー。やばい、逃げた。オッケー。やばい、やばい。おい、やっば。何やねん、こいつ。これ強、こいつ。やばいな、こいつ。来んな。うわあ、ぶろ。やばい。ああ。こっちゃない。オッケー。あ、おい。こっちだ。ああ。くおい。よし、行け。今、あれ、全然くら。オッケー、半分来た。危ない。待て、危ない。危ない。逃げとこ。なら、ひどいといけるな、こいつ。前攻撃、おや。俺。いて、いて。前に対する攻撃めっちゃ多いこいつ。あ、これこれ。今チャンス。お、イカルチョウで。え、なんかやばい。これダウンどうやってたのこいつって。やばい、おぉー色変わらない。あ、これ強いじゃん。これ強い。これ、これやばい、これやばい、マジやばい。あれ、オッケー、一応こいつどうやってダウン取れるの。あ、真ん中のあれが前強いだな。あ、なんか弾やろ、こいつ弾やろ。どけ、待って、どけてくれよ。やばい、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 これで負けたらあかん。逃げろ、ま、逃げた方がいい、もう一回。こいつが隙あるときに反射してもらおう。今これ今一番隙ある。うー、ボーリング。うわあ。やばい、これ一回様子見て。はははは。オッケー、オッケー、でかい。いや、マジで、マジで、マジで、やばい、やばい、やばい。今簡単そうとなんか。もうちょい。それ、オッケー、それで、前さん、どっちかが俺、復活。だ、前さんと俺一緒に攻める方がいいな。さっき前さん攻めてやる。俺見とくわ。よしよしよし、お前攻めてこいだから。あ、俺来てよ。オッケー、攻めてって前さん。俺見とくから。オッケー。来てー。あ、これ行く。うわー、待って、もしか。え、それでやばい。俺行く、俺がやる。あかん。オッケー、俺と来てんから、引きずるで。オッケー、オッケー、オッケー。Gダメや。俺と下手さやったから Gダメ行くわ。あ、やばい。ドローあれ、チーザー、ここ、あれ来た。おー、やばい。おい、はい、くん。オッケー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 、もうちょい勝てる。勝った、もらった。おみつこん、危ない。ほい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 、決めろ。ほい、しゃあ、こいつが強いぞ。強い、さすが超やな。あー、鬼山か。8000、8600や。やるじゃないか。いや、危なかったな。や、危なすぎやろ、ほんま。ええな、魔王氏はもう話があるな。やっぱにゃんまじょやな。サポートにゃんまじょがめっちゃええな。そう考えると、魔王氏クズやな、お前。だもん、ほんまに。あいつ、なんのや、何もやってないんかったよ。あ、だからこんな苦戦したんか。一人にゃんまじょおらんかったんか。にゃんまじょってのは人だたまりやすから。しかもあいつ、死なへんからな、あんまり。にゃんまじょもそらええわ。逃げまっとうから。だからあいつが復活に役立ってくれやん、結構。そういうことやな。おぉ。佐々木小次郎はほんま。くそっぷりや。目見えれへんちゃんが言うたら全然見えへんかった。満を持しとったやろな、ずっと。自してへんやろ、もう。超絶しもたら満を持して。くそみたいな、ほんま、ずっと。小次郎。おっ、あ、違うたりか。全部違う。もう誰が持ってもいいんじゃないの。全部持ってへんよ。誰も俺持ってへんよ。メインに誰が持ってやつある。いや、全部持ってます。両方持ってます。じゃあこれでは、じゃあ一番少ないから。あ、2個あるか、あるか。多分隅が赤じゃない、これ多分。うん、それっぽいな、確かに。え、そう、角みたいなマークが強たい。おっ、奪われ 1.7 倍。奪われ1.7倍やん、これ。奪われ超行こうかな、次。しゃー、ベンベン
と。オッケー。トピックス、ビッグボスを出してボスコアゲットって書いてあるトピックスに。こいつの武器って何なの？いや見てへんな、一回も。見ようかな。あー、武器じゃないんか。あ、出たの、ウバウニア。熱いや、ウバウニア。そらそらな、ウバウニア。このグレーバーイカゴモネ来た。え、味方が一人もいないだ、力がアップ。何やこれ、力150だけどな。ただこれ、全く意味ないやろ。意味ないな。一人もいないだなんか、そのほとんどないやろ。負けるやつだってもう。実は帯 HP ないこれ。奪わないつい。HP マイナス85で、夜180。やば。なんなんこれ、HP85 マイナス、やばないか。え、でもそれやったら普通に、だから あっちの方がよくない。なんかこれ、裁きの杖。ひろしの。めっちゃええな、それ。夜力。260、うん、やばバケモン欲しいな。イノシンでもこれいったら結構いけそうやけど、いやーやばいなこれ。はい、というわけでとりあえず今回はイカガムネ、ウバムネ、行ってみました。ぜひ皆さんもね、第10話のサブミッションクリアして、イカガムネと、まあ、ウバムネどっちかをね、出して行ってみてください。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。よっしゃ